恋愛してます？え、してないですね。だみんなどんな人がタイプなんですか？どんな人がタイプ？待って、今これあ、そうだ始まったびっくりするわ。ちょっと俺、裏行ってくる。やべえ、戻ってこい。まだ、だってまだ俺の携帯だったら8時9分からこれやったから。待って、みんなステボスしちゃうから。ちょっと俺、au 行ってくる。やべえ、いいこれやったら15分でしょ。そう、違う、15分でしょ。こっちの方がいいよ。びっくりした。どんな人がタイプですか？聞きたい、それは。でも、大人の人がタイプですね。でも、男性って結構なんで少年心を持ってる人が多いと思うんですよ。なんで、少年心ありつつ、この過ぎない大人のタイプで引っ張ってくれる人が好きです。あ、引っ張られたい。そうですね。ですね、8時10分、はい、8時10分のところを見てもらえれば、もう一回ですね、一木さん の, 好きなタイプの男性のところのタイプが見れますので、8時10分、大体1時間10分ぐらいのところ見てもらえれば。君は大人の男性です。大人の男性か。そうですね。じゃあ逆にこういう人だからちょっとすいません、ごめんなさいっていうのは。え、クレームとか。え、それ言えない。全然言えない。そんなこと思ってないくって。優しいな。あゆみちゃん、嫌いなタイプ誰だっけ？商品ちゃん。あゆみちゃんですか？なんかお店とか例えば行きます。こう一緒にご飯を食べてます。なんかちょっと遅いだけですごいイライラして店員呼んでクレームする人たちに。そういう人に会ったことあります？え、たまありましたね。あ、クレーマー的な、いろいろ文句つけてくる人。でも店員さんに偉そうな人は嫌よ。嫌です、嫌です。なんかお客様なんだからって、そういう方よりも翔平くん、そういうタイプ。いや、店員が逆に偉そうだもん。店員逆に偉そうだよ。なんか見てパンパンだから、8円もんはいや、日本中じゃない、日本語知らないやつや。日本語ガッチもんはって言われるでしょ。え、ご注文していいですか？そこのボタン押してください。痴漢委員会みたいな、痴漢委員会。モデルの子たちとか打ち合わせするじゃん。そういう時は結構個室だったりとか借りる時あるんだけど、そういう時になんかそういう人多かったりするし、昨日モデルのちょっとファッションショーの打ち合わせがあって、カフェに、本当昔ながらのカフェに入った。そしたらクリームソーダ飲みたくて、クリームソーダを、緑のやつなんだけど、そう、クリームソーダをね、頼んだっけ。そしたらスプーンが抜けないわけ。ゴンって入ってたんですか？アイスクリームがあるじゃん、あって、こう飲み物あるじゃん。スプーン抜けないからアイス食べてない。そしたら店員さん呼んだの、さすがにすいませんって、ちょっとスプーン抜けないのでスプーンくださいって言ったら、なんて言われたと思う？抜いてください。でも抜けない。そう、自分でもって言われるんだから、あ、でも抜けないんですって済むじゃん。溶けるのを待って溶けるのを待ったら、じゃあクリームソーダ意味ない。間違いない。今食べれるものを、ものを食べたのに、僕アイスですけどって言ったら、あ、バニラアイス、チョコレートアイス、イチゴアイス、単品であります。そこからすっごい頭にきたから、チョコレート頼んじゃった。なんだい、チョコレート頼んじゃった。持ってる人は自分でね。なんか協力してくださったり。コメント見たいと思います。はい、ですね、ひろか様、かわいいかわいい、あーかわいい、すごいじゃん。なんでしょ、千人だよ。ひろか様と入れる翔平君も参加させて、下北 FM 観覧にでも。あ、俺アイドルになります？俺アイドル、はい、俺10年永遠の価値は無理だ。それ姉な。翔平君最近好感度上がった、ありがとうございます。逆にどこで下がったの？口がやらしい、あ、よく言われます。捨て星しなくちゃ笑い、逃げろー、あ、投げろーだね。やめてください、またです。まもなくね、 あと2分。あー、捨て星しちゃった。捨て星、これ心よく受け止めてあげてね。80歳は範囲内ですか？恋愛のことだと思う。ああ、そういうことね。大人が、でも好きだったら別に関係ないもんね。年齢関係ないもんね。関係ないと思う。今の80歳ですっげーダンディーな人多いからね。ね、逆にね、犯罪じゃなければね。そうだね、若い子も全然。犯罪じゃなければ、ね、犯罪じゃなければって言うけどね、犯罪だったらダメだからね。例えば12歳とかさ。あと、ごめん、あと1分だね。好きなタイプ、メモ。メモありがですね。ひろかは褒めるところしかない、こうたんさん。おお、はい、あと1分でございます。今8時14分でございますからね。協力してくれるのがすごい面白い。面白いですから、もう密かにやっちゃおう。すごいね、ここのプロデューサーがどうかしてる。
15分になるからそれまでちょっと15秒みんな黙祷。え、どうする？集中して。どこに向かって集中して。どこに向かって黙祷するの？待って、始まるから5。あ、じゃあもう前の方行こう、前の方行こう、前の方行こう。3、2、1。なんだこれ。これで背星してくれたはずですね。ああ、これでよかったよかった。なんかすいません、すごい地味になりました。助けしたよ、今の。よかったよかった。なんで疲れてるの？もう15分のために来たからさ。知らなかったですよ。だとしたら捨てもして。俺が捨てられた。捨てられない。なんか最近悩みとかあったの？最近悩みあったよ。もう本当にあった。逆にそれこそなんか翔平くんがしたい話題みたいない？俺がしたい話題、まずね、なくなったものを探したい。うん、なくなったものとか、いろんなものをやっぱりどうやったら見つかるかなっていうのを今全力で探してるんだけど、見つかんないんだよね。はい。今教えてあげる。大事なものをなくしたの。え、言えない。そう、大事なものをなくして、うちらも大事なものをなくして、大事なものをなくして、俺大事なものをたくさん失いかけてんだ。私たちもそうなんですよね。そういう番組、そういう番組にしたくないからこの話題やめようぜ。もう準レギュラーのあのね、おぬっぴーでーす。最近俺が一番癒された。癒されますよね。癒ってるの？え、じゃあ、やってみに元気、あ、なんか教えてあげてください。俺に元気ください、本当に。元気ください、元気くださいですか？元気を出す。対処法です、対処法でいいです。そうですね、元気なんて自分で出すんで。あの、言ってきますけど、美人とか関係なしって言いますからね。はい、はい、え、私は自分だったら、病んでる時は、結構歌を歌うのが好きなんですよ。うん、あの、歌唱力問題としないで、はい、で、歌は、カラオケとか歌を歌ったりとか、カフェでぼーっとします。あー、あ、じゃあちょっとあなたの歌って。今、涙出る。これ、お母さんに言われたもん。君ならできるよって。あー、いい言葉。あー、いい言葉。ちょっとでも聞きたいかも、久しぶりに。そう、あの、その、自分のオリジナルソングであなたと歌って、すごい。あなたの笑う顔が見たいから楽しい今と過ぎてく過去とも叶えたい夢。あー、すごい。この後言うとちょっと泣きそうだ。夢掴みたいなら君ならできる、母の口癖。イエーイ、声もすごい。やめて、俺本当にこの間それ聞いて自分で泣いたんだから。なんで？待って、自分で自分の曲聞いて自分で泣いたの？違う、お母さんがそう言ってくれたの。なんかちょっと最近ちょっとつまずいたところもあって、それを時にやっぱお母さんとか、ね、家族の力って言葉ってすごいじゃない。本当にすごい、すごいじゃん。やっぱそういうの思い出すと、なんか頑張ろうと思うしさ、こういう悩んでる時にはさ、なんかいいことあるよって言われたんだよ。いいことあるよって言われながら電話しながら池袋歩いて